にちは。食用アマガエルの心の声です。本日は秋田県仙北市田沢湖にある麺屋紫さんにお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。横手市から約1時間くらいの道のりだったでしょうか。国道46号線沿いにあり、近くには JR 神代駅があります。 JR 角館駅からは車で10分くらいのところです。麺屋紫さんの特徴は午前10時半にオープンするところですね。今日は張り切って10時半のオープンに合わせて参上しました。おはようございます。食用アマガエルと申します。今日はよろしくお願いします。イケメンのお若い店主さんです。麺屋紫さんは食券制です。食券を購入してお店の方に渡してから席に着きます。券売機の上段に3杯のラーメンがありますね。味玉豚骨醤油、特製中華そば、ネギ味噌、こちらの3つがおすすめになるでしょうね。下段の方には豚そばシリーズが各種ありますね。気になります。カエルの女房が珍しく豚そばに釘付けです。開店前にお店の入り口にあったメニューで下調べしていたようで、どうやら背脂が入るらしい。通りで釘付けになるわけだ。それでは食券を買っていきましょう。私は特製中華そば。女房の気持ちは背脂に奪われているらしい。もう誰にも背脂女房を止めることはできません。ほうれん草をトッピングしてみよう。店員さんに食券を渡して席に着きます。女房はラーメン情報を調べています。本当にラーメンの情報を集めるのが大好きなんです。彼女の頭の中はラーメンだらけ。すごい情報量だと思います。食用アマガエル。ニンニクサービスの情報もありました。しっかりと見逃しません。脱帽です。水は各テーブルに備え付けてありました。とっても親切ですね。いつもありがとう。静かに着丼を待ちます。はい、いただきます。まずはスープから見ていきましょう。醤油スープにほんのりと油が浮いていて、やたらいい香りがします。これれば間違いねえな。これぞ中華そばといった感じの王道の中華そばですね。特製にしたら具材がめちゃめちゃ豪華になっています。この大きくて柔らかそうなチャーシューが3枚も入っているじゃないですか。なんだこの幸せは。麺は中細の縮れ麺でしょうか。これまたうまそうな麺じゃないか。こねられねえな。それでは実食です。うめえこと。1時間かけて食いに来た甲斐あったのや。この醤油スープも絶品です。海苔で麺を巻いて食べてみましょう。たまんねえ。チャーシューもたまんねえ。胡椒をかけていく。しかし梅そだなや。編集しててもお腹すきますよこれ。よく夜中にご視聴いただいている視聴者さんには腹が減ったんだよ、どうしてくれるんだよってクレームをいただきます。悪気はないんです。夜中にチャルメラ作って食べるの日常茶飯事です。いただきます。今日は田沢湖方面に来ています。私は助手席に乗っているだけですが、ここまでちょっとしたドライブでしたよ。さ
さあこの二郎系の豚そば味噌張り切っていきましょう。はやー梅ごと、私の愛する背脂の甘みが濃厚味噌と相まって何とも言えないこでられないうまさになっているじゃありませんか。昔は食べることができなかったこの中国豚麺、最近好きなんですよね。私も豪快に甘がえるみたいに大食いになれたらいいのになっていつも思うんです。それでいて甘がえるよりラーメンに対する執着心が強いという、私そういう女なんです。メインカメラは私の食事風景を映し出しております。やっぱりメインカメラは映りがいいですね。美味しそうに撮れてますもん。どうしてもこの豚麺のうまさを視聴者さんに伝えたくてメインカメラで映してます。とにかく熱々で背脂の良さが引き立つラーメンだと思います。これは自信を持っておすすめできる一杯です。食用アマガエル。さあ私も女房が大絶賛している豚そばをすすっていきましょう。そこまで背脂の魅力を語られたら食べてみたくなりますよ。夢で、そうかそうか、このうまさを伝えたかったのか。食べてみて初めてわかる背脂のうまさ。とにかく味噌との相性が抜群だな。濃いめの味付けがされた味噌ラーメンに背脂が入ることで甘みと旨味が増してとにかく最高なんだな。分かってくれたみたいでよかったわ。あとは私が食べますのでご心配なく。ごまを入れたらさらに美味しくなったわ。ごちそうさまでした。背脂大好き。麺屋紫さんの営業時間はご覧の通りです。定休日は木曜日です。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。あ、やってる。あ、買ってないんだ。あれ、遅なかったっけ。押してきます。でお願いします。はい。お願いします。はい。失礼しました。今日は撮影にご協力いただきましてありがとうございました。手短に済ませます。名刺とステッカーお渡しします。よろしくお願いします。また。それではまた。はい。